はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は、任せ上手、任せベタっていうね、どちらかというと、まあ、親御さんとか、仕事でマネージャー職についているような方に向けてお話ができればと思います。まあ、これもね、心理学かどうかっていうと、まあ、若干雑談的な話にはなるんですけど、最後までお付き合いいただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。で、任せるのって、難しいと思うんですよね。仕事で部下を持つ方とか、子供を持つ親御さんとか、ね、部下とか子供に何をどこまで任せていいものかってね、さじ加減って難しいと思うんですよね。僕も任せるのめちゃくちゃ苦手です。なんなら自分でやった方が早いっていうタイプなんで、まあ、実際そうかどうかは別としてね、そう思っちゃうタイプなんですよ。で、任せたはいいものの、まあ、余計に時間がかかってしまったりとか、仕事なら不要なクレームを生んでしまったりとか、任せたいものの当人にやる気がなかったりとか、問題っていろいろあると思うんですよね。で、任された方に手こ入れするっていうのはものすごく大変なんで、せめてその任せる側が任される側のモチベーションを高くしていける方法、その任せ方って一体何なのかっていうのを実務で体験された方がいらっしゃったので、その話っていうのを今日シェアしていきます。はい。で、マネージャーの悩みですね。なので今回ちょっと親御さんって話もしたんですけど、どちらかというと会社寄りの話になります。で、任せるのって改めて難しいっていう話なんですけど、まあ、よく聞くそのマネージャーさんからの意見としては、残業規制が厳しいので時間内に終わる簡単な仕事、ストレスが少ないような仕事しか任せることができない、まあ、ストレスの少ない仕事というか、まあ、負荷が少ない仕事ですね、しか任せられないと。それから、まあ、任されることに対してネガティブに思う人間がいると。それから指示が不明確なんだよ、なんでこんな不明確なのに任せるんだよって怒ってくる社員もいるということなんですよね。確かに私こんなタイプだったりします。結構嫌な部下で、任せる側が気を使うっていうのが現状で、まあ、どんな仕事であったりとしても、まあ、任されるっていうのは責任を負うので当然なんで、まあ、断るなんていうのはよっぽど理由がない限り言語道断ですよね。言われたことはやれよっていう話なんで、もうおっしゃる通りとは思うんですけど、まあ、ただそうはいえ、今では、これ任せたからとか、何の指導もしないままに丸投げとかしてしまうと、まあ、今ではただのパワハラっていう風潮もあったりはするそうなんですね。じゃあ、まともに指導ができていないのに失敗して、まあ、怒る上司がいるっていうことに対しては論外だと思うんですけど、じゃあ、任せた時に、受け手側が、やりますってこう元気よく最後までやりきってもらうためにはどうしたらいいかっていう話をしています。で、これに関しては任せ上手な人っていうのは一体どうしているのかっていうことなんですけど、まあ、結局は個人間の人間関係によるものなのかっていうと、実はそうでもなくって、確かに関係性が深ければ深いほど、まあ、任された際に喜んで引き受けてくれる可能性も高いし、それから関係性が悪ければ任されても、あいつに声かけられたやだなって嫌な顔をするケースもあると思うんですよ。ところが、まあ、関係性に関係なく仕事を任されたとしても、その中身次第では進んでやるっていうケースもあったりするんですよね。じゃあその人たちってどういう手法を使ってるのっていうと、これは、まあ、ピーター・ドラッカーが提唱している方法で、それを実践したらうまくいったぜっていう形なんですが、まあ、大きく4つですね。面白い仕事を任せているで、うまくできるやり方を示す、任された人が自分で必要な情報を取れる環境を作る、それから任された人が継続的に学習できる仕組みを作るって、この4つなんですね。じゃあ1つ目見ていくと、まあ、面白い仕事を任せているっていうことなんですが、働くこと自体に不満足を覚えるような状況だったとしたら、例えばどんなに仲のいい人と同士でその任せ合いをしたとしても、まあ、嫌は嫌なんですよ。だから仕事って台無しになってる、なっていくっていうのが、まあ、目に見えてますってことなんですね。で、仕事そのものにやりがいを感じるものでもなければ、いくらその人間関係がいいとか、報酬がいいとか、評価が高いとかってなったとしても、つまらない仕事なら、そもそもそれ自体にやる気っていうのが起こらないんですよね。じゃあ、仕事って、じゃあ任せるから、自分って面白いものに工夫してやれよっていう人も中にはいるんですよ。こういう意見も確かに一部からチラチラ上がるのは確かだと思うんですよ。でも、その工夫まで丸投げしてしまったら、そもそも面白いなって思う瞬間にたどり着く前に、辛抱さだけが残ることになると思うんですよ。
であれば、ここに仕事を手を止める原因があって、引いてはその上司との関係性の悪化で、しかもそんな風に丸投げする上司なんかっていうのはもう無能か、もしくはただただ冷たいやつだなっていう風に、そんな最悪な評価が下されることになってしまうので、仕事の面白さを感じることができるっていうのを与えるっていうのが、これが任せていく第一歩になります。だからまずはそのもしかしたらその面白さの感覚のズレがあるかもしれないけど、俺はここが面白いんだと思うんだよねっていうのを、その口で言わないまでも伝わるような任せ方っていうのをぜひ意識する必要があるっていうことになります。で、うまくできるやり方を示すっていうのが2つ目なんですが、まあ、方法を示さずにね、もうとにかく任せたからっていう人っていうのは結構少なくないと思うんですよ。で、指示としてはめちゃくちゃ簡単ですよね。で、受け手としてもどうやったらいいかって任されてるんで、まあ、制約がないから気分としては楽なんですよ。ところが話が煮詰まっていくと、このやり方でいいのかな、こんな成果でいいのかな、こんな成果物でいいのかなっていう風に、正解がわからないからどんどん不安になっていくんですよ。で、上司に任せる上司っていうのは、上手に任せる上司っていうのは、そんな不安を拭うようかに、拭うかのように、まあ、次のような方法をとっているんですよね。で、一つ目は、どのような手順で仕事を進めたらいいのかっていうのを示しているんですよ。だからまあ、1から10まで一人足取りってわけじゃないですけど、スタートこんな風にやってっていう風に与えているとか、それからここまでできたら OK だぜっていう成果を測定できるものっていうのも伝えています。それから仕事を生産的にできるツール、まあ、IT ツールとか、それからまあ環境的なものとかを与えているっていうのは、この3つを結構守っているケースが多いということなんですね。で、ここまでやりすぎると、一見過保護のように思えるかもしれないんですよ。で、自由に仕事をしてもらう方が、そのなんか、ああやってね、こうやってねって指示を与えるよりも、確かに成果出やすいっていう結果もあると思うんですけど、そうしてしまうと、結構上司がここまでやってほしいなって望む成果に対して、部下が実際に出す結果っていうのに大きなギャップが起こってしまう確率って結構高いんですよ。そうなると部下はこのくらい出してれば OK だろうと思ってても、上司はもっと出せ、もっとやれっていう風に望んでいくんで、出された結果に不満をぶつけてしまうくらいだったら、初めから望む成果っていうのを下準備しておくっていう方が間違いなく得策なので、ここまでやりましょうっていう話です。めんどくさがっちゃダメですよ。それから任された人が自分で必要な情報を取れるっていう環境を作りましょうということですね。で、任せるイコールピーター・ドラッカーによると自己管理を要求することっていうふうに言ってるんですね。自己管理に関しては第一歩は自分で必要な情報を、まあ、ネットなり何かで、まあ、先輩に聞くなりして取れる環境を作ることが大事だと。例えば何かっていうと、仕事じゃないんですがダイエットしたい人がいるとします。じゃあどうやったら痩せれるのかっていうのをいろいろと情報取得していくために、まずは自分の現在地知りましょうということで、体重計を買って自分の体重を知って、例えば60キロに落としたいけど今75キロだ、あ、じゃあ15キロ落とさなくちゃいけないっていうことをまず把握しますと。で、1日の運動量っていうのを計算して、どのくらいやってったら15キロを、まあ、例えば2年間で落とすことができる。じゃあそのために運動量でまずは1万歩1日歩こうということで万歩計を買うみたいなね。そして最後に食事も調節しなくちゃいけないので、何を食べたかカロリー計算をするために、じゃあアプリを使っていこうと、リンゴ何キロカロリーとかね、カツ丼何キロカロリーみたいなのをアプリ使って残していくと、そういうような情報を自分で取得しに行く環境を作りましょうということですね。で、ある営業部の話、もうここから仕事につながるんですが、上司がね、結構常に頭ごなしにギャー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 言うところがあったそうなんですよ。ところがギャー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 言って指示与える割には、部下に関してはその指示に従うことっていうのはほとんどなかったんですよね。で、ツールとして営業の現場担当がいつでも訪問件数とか受注率とか失注率、新規契約率っていうあらゆる情報をウェブ、まあ今だったらどうでしょうね、ノートパソコンとかスマホとかタブレットですね、で取れるっていうの環境を作ってあげたんですよ。そうすると今まで新規開拓いけ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 ってずっと言ってたのに、ガミガミ月間の新規開拓をいけ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 って言ってた頃よりも 20% も新規開拓率っていうのが上がっていたというような成果が出ているケースもあるんですよ。だから道具を与えた方がいいよねっていう話ですね。それから任された人が継続的に学習できる仕組みを作りましょうっていうことなんですけど、これに関しては成果は会社が求めているものなんですけど、仕事する本人に関してはその成果よりも自分がどう成長したかっていうことを実感したいっていうのが大きかったりするんですよね。まあ成長したいんだったら、なんていうんですかね、そういう勉強がしたいんだったらもう仕事じゃなくて独立すればっていう意見もあるかもしれないですけど、あくまで会社に所属していて、まあ、やってほしいんだったらスキル向上も、まあ、目をかけてあげてほしいっていうところですね。で、そのためだったら実は人間って、まあ、継続的な勉強だったとしても喜んで行うものなんですよ。
だからといって単なる勉強会を開けばいいっていう、そんな単純な話なんかではなくて、本人が自ら発信するような発表会形式っていうのも一つの手だったりします。で、自分が行ったプレゼントか講義が受け手にどんな影響を与えられるのかっていうことが、もろに返ってくるような、ある種そのハイリスクハイリターン、結構プレッシャー大きいかもしれないんですけど、確かにもろ刃の剣のようなものではあるんですけど、やる気っていうのも上がる手段につながっていきますので、そういう方法もぜひ取ってみていただくのはいかがでしょうか、という部屋でございます。ということで、任せることが多いあなたへということなんですが、親御さんとかマネージャーの方に関してでいくと、任せるっていうとね、例えばですけど、指示を出したりとか、期限を区切ったりとか、成果を求めたりっていうようなことが多かったりするんですよ。っていう話が多いんですよ。で、本質的に仕事を任せるっていうのは、実は、その任せて、なんかその通りにやってもらうっていうことなんかじゃなくって、本人の成長とやる気に関わる問題なんですよね。これは、お子さんに対してお手伝いを求めるのも同じです。だからそこをついて仕事とかお手伝いを任せるっていうことができているのかっていうことを、ぜひもしね、うまくいかないと、お子さんが言うことを聞いてくれない、部下が全然指示通りやってくれないっていうのであれば、振り返ってみていただけたらと思います。なので、仕事も結局やりたいとか楽しいで、結局人間って単純なので動くものなんですよね。だからそのポイントを外さずに、この仕事とかこのお手伝いって部下とか子供が面白いと思ってくれてるのかなとか、楽しいって思ってくれてるのかなってことを思いながら、ぜひ任せてみていただけたらいいかと思います。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。